キャロライン・トレンティーニは、ブラジルのリオグランデドスル州パナンビ出身の女性ファッションモデル。身長180センチ。イタリア系の父親は、彼女が1歳の時に亡くなり、ドイツ系の母親が女で一つでキャロラインら姉妹3人を育て上げた。13歳の時、街の通りを歩いていたところをスカウトされた。このスカウトは、ジゼル・ブンチェンをスカウトした人物でもある。 すぐに、モデルの卵が集まるサンパウロへ行き、英語も話せないというのに、ニューヨークへ向かった。マーク・ジェイコブスお気に入りのモデルとして、注目を集めた。コレクションで登場したブランドは、ルイ・ヴィトン、バレンティノ・ガラバーニ、ベルサーチ、ビクトリアズ・シークレット、シャネル・ディオール、ベラオン、オスカーデラ、レンタ、ラルフ・ローレン、アナスイ、カルバン・クライン、ドルチ・アンド・ガッパーナである。 ニューヨークで同郷のモデルで姉妹のように仲がいいというシンティア、リッカー、ブルーナイルハルトと部屋をシェアして暮らしていた。2011年11月にフォトグラファーのファビオ・バーテルトと婚約をツイッターで発表した。ありがとうございます。